こんにちは、こんばんは、はるきです。今回は、シェイプシフターズチーム1の強さランキングを紹介していきたいなと思います。まあ、強さっていう、本当にこの個人の選手の強さっていう、まあ、選手もいれば、まあ、ケミストリー面だったり、あとは値段ですよね、コスト面だったり、あの使用感の、良さっていうので、まあ、順位が高くなっている選手も、中にはいるので、まあ、個人的におすすめの、選手ランキングみたいな感じの方が、まあ、イメージとしては、合ってるかもしれないです。でミニリリースが始まって、まあ、ハイスの選手たちを、とこう対象にして、まあ、ベスト10形式で、紹介をしていきたいなと思います。で今回はちょっと SBC の、選手は、まあ、ちょっと省いて、本当にこう市場で買える、売買ができるような選手を対象にしました。で、まあ、こうポジションごとじゃないので、センターバックはセンターバックでとか、ST は ST で、前線でっていう、まあ、なかなか比較が、しづらいんですけど、まあ、個人的に、おすすめで、まあ、ランキングを作ったので、少しでも参考になれば嬉しいなと思います。まあ、それでは早速紹介をしていきたいなと思います。それでは第10位はエベルトンです。エベルトン、まあ、ミニリリースで来た選手の一人なんですけど、まあ、この人は本当にこうドリブル小僧というか、まあ、身長がある程度小柄、174だったかなと思いますけど、まあ、小柄でペーススピードがあってドリブルもできる、そしてスキル5になったのが非常にでかいかなと思います。でこの人ベンフィカの選手なので、まあ、自分のそのコスパのいい選手でも、紹介をしたヌニエスと、緑かなっていうふうに思います。まあそれで結構コスパ面っていうのは非常にエベルトンもあって、値段で、いくと4万なので非常に安い、そこでベンフィカの、まあ、2トップっていうのももしかしたら面白い、かもしれないです。でこの人がランキングベスト10の中に入ったのはやっぱスパサブでも、使える選手だからっていうのもあります。まあスタメンではなかなか入れにくい、選手なんですけど、スタメンだったらやっぱりペースが速くて、ドリブルが細かい、そしてスキル5っていう選手が後から出てくるとやっぱり厄介かなっていうふうに思うので、エベルトン10位にしました。でそして第9位はカルルです。RB サイドバックからセンターバックに変わってかなり能力も高くなったフランス人の、まあ、ミランの選手なんですけど、まあキエリーニが来たことでかなり、値下がりましたね。半額ぐらいまで、値下がったかなと思います。まあそれによって、ある程度こう優しい値段にはなったかなと思いますし、まあ能力の割にこれは安い選手なんじゃないかなと思います。まあ他のこう TOTS の選手たちとかも安いので、まあカルルがめちゃくちゃこう抜きん出て安いっていうことでもないんですけど、全然コスパのいい選手にはなったかなと思います。まあちょっと30、40ぐらいだと、あ、4、50ぐらいだと、高いかなと思ってたので、まあこれはありがたいかなと思いますし、まあ身長がそんなにこの人も高くない、センターバックとして高くないので、逆にこう動かしやすい、ような選手だと思いますし、まあ自分はムキエレと、まあ、ちょっと比較して使った時に、まあ、ムキエレも全然自分は強い選手なんですけど、まあ、カルルの方が、若干、まあ、強さを感じたかなっていう風に思います。これは本当に自分の個人の、主観なので参考までにっていう感じで、まあ、カルルは9位に入っています。でそして第8位はスピナッツォーラです。スピナッツォーラ、この人は逆にまあ、ちょっと値上がったかな、キエリーニが来たことでちょっと値上がったかなとは思いますけど、まあサイドバックにコンバートしても、使えるような選手、ウイングバックにコンバートしても使えるような選手かなと思います。まあボランチでもいけるし、サイドバックでもいけるっていうような選手、まあサイドバック両方でもいいかなと思います。逆足は一応4なので、まあ、左サイドバックに置いても全然、自分はおかしくないかなと思います。
でやっぱりペースが速いっていうのはこの人はめちゃくちゃいいですね。ボランチでこんなにペースが速い、ペース99ってワンチャンいないような感じなんで、そこがやっぱりまずペースで、かなりこうアドバンテージを、取った選手かなと思いますし、能力に関しても守備面だったり、フィジカル面も、かなり強い。でもともと身長186っていうのがあるので、まあ、非常に足もまあしっかり伸ばしてくれるような選手なので、自分は結構、スピナツォーラは、いいかなっていうふうに思います。まあ、選手解説の時にも言った通り、やっぱりこうしっかりこう守備的な選手として、使うのがいいと思うので、攻撃に上がらせても、まあ、スキル5になったので、あのスキルっていうのは使えてこう剥がしたりはできる選手かもしれないんですけど、やっぱりどうしても重さっていうのは、気にはなったので、やっぱりこう守備的に、使うのがいいかなっていうふうには思います。でそして第7位はグリーリッシュです。この人もミニリリースで来ました、グリーリッシュ、スキル5になった、非常に大きいですけど、まあ、個人的には左利きになってしまったっていうので、もともとグリーリッシュの、持ち方っていうのはなんか個人的に独特な印象を持ってしまっていて、なんか使いづらいじゃないですけど、なんか癖あるなっていうような、ドリブル持ち方をするので、自分は使ってる時になんで、そこがこう左利きになったことでなんかよりなんか増してしまった、ような感じが、して、まあ、値段的に45万っていうのは少し高い、ような感じはしますけど、でもこう強さっていうのは、本当に冷静さも高いですし、まあ、シュートの目も高くなってますし、ペースも高くなってる。でそしてスキル5にアップグレードされたっていうのが、この能力プラススキル5になったっていうのが、まあ非常にでかいので、まあ、この選手は、このグリリッシュ自身の強さっていうので、まあ、7位に、自分は入れました。45万っていう、まあ、少しコスパのことを考えると、ちょっと高い選手かなと思うんですけど、まあ能力も、もちろん高いですし、まあ、あとは左利き、自分がこうグリリッシュをこう持った時に、ちょっと違和感を感じるような、持ち方をしてしまうなって、まあ、これはこう、まあ、自分はちょっとなんか独特に感じたんですけど、まあ、これを感じない人ももしかしたらいるかもしれないので、まあ、グリリッシュの強さっていうのを、まあ、ちょっと一つ大きい要因として7位に入れました。でそして、第6位はオーバメヤンです。オーバメヤンかなり強い、で値段もめちゃくちゃ下がって、もう27万なんですね。もう自分がレビューした時は44万ぐらいだったので、この人もかなり、安くなってます。まあケミストリー自体はちょっと組みにくいですし、まあグリーリッシュだったりエベルトンのようにスキル5ではないんですけど、逆足が5、まあそこをどちらと取るかかなと、思います。スキル5の方がいいっていう人は、ちょっとオバメヤンはもしかしたら合わないというか、そのあそこをスキル欲しいなって思う時もあるかもしれないですし、まあ、逆足5がいいっていう人は、まあ、オバメヤンは合うかなと、思います。で、まあ、ドリブルで 何かをするっていうようなタイプではないと自分は感じるので、まあ、感じたので実際使ってて、なのでこう本当にストライカー、ザ・ストライカーとして、まあ、振る舞うっていうのが、まあ、使ってあげるっていうのが、まあ、合ってるのかなっていうふうには、自分は思いました。なんで、まあ、そこで、まあ、使い方を間違ってしまえば、まあ、6位に、見合わない選手かもしれないんですけど、まあ、個人的には、そういう使い方だったりを、まあ、しっかりこうしてあげれば輝ける選手
だと思うので、まあ、自分は6位にしました、まあ、あとは安くなったっていうのも一つちょっと、大きいかなっていうふうにも思ったので、6位にしました。で第5位はアルフォンソ・デイビスです、アルフォンソ・デイビス、まあ、この人もかなり安くなりましたよね。本当にハイス当時は100万近く、90万80万とか言ってた選手が、まあ今では30万、かなり安くなった、かなり安かった、半額以下になってしまいました。でこの人もまあ左利きっていう、もともと左利きなので、ちょっとこう左利きの選手って右利きの選手より逆足をあまり蹴りたがらないような、感じが自分はすごいして、まあそれがあって、なんか独特の持ち方をするのかなっていうふうに、思います。まあ例えばこう外側に、向いてる時に外からこう右足で蹴ればいいものをわざわざこう回り込んで左足で出したりとかするので、それは右利きの選手にはあまりない、挙動だったり、パスの出し方かなと思うので、やっぱりそこで左利きでそういう、まあ、デメリットというか、まあ、個人的にはそこ右足で蹴ってほしいなっていう時もあるので、まあ、そこがこう、まあ、デイビスにも、もちろんあるんですけど、それでもこう爆発的なスピード、本当に抜け出しっていうのは、速いですし、ペースが速い選手ってこう AI のところでもかなり抜け出すスピードも速くて、ディフェンダーを置いていけて自分がパス出すときにはもう抜け出してるっていうことがあるので、まあ、そこら辺もかなりペースの速さだったり抜け出しの AI っていうのも、まあ、前線の選手になったことでかなりついたかなっていうふうには、思います。TOTS のデイビスをサイドで使ってたんですけど、 AI のところがやっぱちょっと違うなっていうふうに感じました。このシェイプシフターのデイビスも使ってサイドで、使ってなんかね、抜け出す位置だったり、こうオフサイドにかからないようにちょっと止まったりもするんですよね。多分チャンピオンズファイナルのハイライトでもそういうデイビスのそれでゴール取ったシーンとかもあるので、まあ、よければちょっとそこを見ていただきたいんですけど、なんかねオフサイド本当に気にしてちょっと止まってタイミング見計らって出して、それで逆足で決めるっていうのもあったんで、あ、それは TOTS のデイビスがサイド起用した時の AI とは違うなっていう風に感じたんで、やっぱ前線としての AI ワークレートも変わってますし、そういうのも、かなり自分は良かった。で先ほど言った通り逆足でも、決めてくれるので、非常にそこもありがたいかなと思います。まあ重さっていうのも少し感じる時はあるんですけど、まあそれでも自分は30万に見合う選手だとも思いますし、まあデイビス個人的にレビューしようと思うので、またそちらもぜひ見ていただければ嬉しいなと思います。でデイビスが5位、そして第4位はアザールです。エデン・アザール、アザールもね、この人もめちゃくちゃ能力高いし、やっぱりドリブルが本当にうまいので、まあ利き足が左じゃなければっていうだけですね、自分の中では本当に利き足が、右のままでこの能力のままでいってたらもう1個ぐらいは上やったかなと、個人的に思いますし、前線の中ではかなりメタの選手になったかなと思います。まあ左利きに変わったことは結構でかいんですけど、まあそれを、まあ、感じさせないようにこうドリブルの細かいタッチとか、スキル5にもなったのでっていうので、自分は先ほどのグリーリッシュとかよりも、全然強い、選手かなと思います。まあコスパ面をやっぱり考えると値段的に150万、するので、これでも下がった方なんですけど、まあそれでもやっぱりこう高いっていう風に、思うかなと思います。まあアザール自体に150万全然いい
と思いますし、見合ってますけど、他の前線の選手があまりにも安いのでちょっと高く感じてしまうっていうのもあって、まあ、ザールのこうコスト面はまあ少し高いかなとは思いますけど、この値段の価値、まあ、100万以上の価値は全然あるやろなっていうふうにも、感じます。アザールが4位で、そして第3位はアタルです。アタル、もうこの人ほんま好きやわ。アタル、この人ほんまに好き。もう自分の市場だけを持ち込んで完全にぶっちぎりの1位にしたのかなって思ったぐらい、そこをグッとこらえてね。でも大本命もやっぱいるんで、この後ね、アタルは第3位に、自分は入れた理由として、まあアザールだったり、デイビスだったりとまた比べるポジションっていうのは違うんですけど、本当にこういったどこでもできる、うん、前線だけでなく、中盤でも、起用できますし、まあ、もしかしたらサイドバックでもいいかもしれない。まあ、サイドバックだとちょっと弱さが見えてしまうかなとも思います。高さっていう、ところでそこが穴になってしまうと思うんで、まあ、個人的には、中盤だったり、まあ、2列目のキャムとかも自分は全然いいと思います。本当に使用感が良くて軽いですね、うん、軽いのに、しっかりと取り切れるだったり、ボールがこちらに転がってくるっていうような形、そして2列目だったり3列目から上がってきての、シュートっていうのもかなりの確率で入ります。もともと逆足5っていうのを活かしつつ、冷静さもかなり高い、そしてシュートの面も、めちゃくちゃ能力が高い、決定力もあるっていうので、本当にこの人の決定力は、高い。ちょっと地味な選手であまり知らない、人が多いかもしれないんですけど、まあ少しこう値段も安くなって、思った以上に自分は安いと思うので、安くなってコスパ面、めちゃくちゃ最高だと思います。あとは本当にケミですね。ケミ面で、スカートに刺さるかどうかっていう問題だけだと思います。なんで、まあ、自分個人的にめちゃくちゃ、おすすめの選手なので、まあ、地味ではあるんですけど、ぜひ使ってみてください。めちゃくちゃ強いですこの人で。そして第2位はメッシです、メッシ、まあ能力だったり、メッシ自身の強さっていうのに関しては、まあ、特に、言う必要はないかなと思います。スキル5になったことによってより理不尽さが増した。そしてシュート面も、かなり、まあ、ズドンと打てるシュートもあれば、コントロールシュートで遠目から狙うこともできる、本当にこうメッシの強さっていうのは、まあ、バケモン級で、これが、ポジションが変わって、まあ、少しケミストリー的には楽になったかなっていうふうにも思います。でこの人が、まあ、自分は1位にしなかった理由の方を言いたいんですけど、やっぱり700万という高さ、高すぎる、うん、高すぎる。本当に強さっていうのでいくと、この人1位ぐらいかなとも思ったんですけど、まあ、ここはちょっとかなり悩んだところですけど、ちょっと高すぎるなっていうふうに、思いましたね、うん、ワイルナだったりの、あとはネイマールとかの、うん、約半分以上の2倍、約2倍ぐらいの値段なんで、かなり高いなっていうふうに、思いましたね。やっぱりこのメッシを買うのであれば、まあそれこそ TOTS のムバッペと TOTS のネイマールとか、なんか700万の使い道をでっかい300万400万の2人とかにする方が、まあ、チームの総合力的には、高くなるのかなっていう風に思ってしまって、まあ、ちょっと700万っていうバカ高い金額に、2位に、しました。の強さっていうのでいくとめちゃくちゃ強いんですよね。めちゃくちゃ強いんですけど、そういう理由で2位にしました。でそして第1位はソン・フンミンです。ソン・フンミン、まあソン・フンミンもかなり高いんですけどね、400万ってかなり高いんですけど、やっぱり55になったっていうことで、メッシだったり、アタルよりは、まあ、少し軽さっていうのは、なくなるかもしれないんですけど、
それでも、非常に前線の選手で扱いやすい、選手になってるかなと思いますし、まあ、そこから これまで4だった選手がスキル5になって、エラシコだったりスクープターンとかでの加速、そしてドリブルの、まあ、軽くはなかった部分を少し軽くしてくれるっていう、面で 5-5 になったっていうのは非常にでかいかなと思いますし、まあ、それに加えて、孫の理不尽なシュート能力だったり、ペース抜け出して、シュートを打つっていう、まあ、簡単なプレーもできつつプラス、アップグレーによって、複雑な、スキルだったり、まあ、難しいところもできるようになったっていうような選手で、本当にこう、まあ、弱点のないストライカーが、シェイプシフターズチーム1では、生まれたのかなっていうふうに思います。まあ、この人も少しケミストリー的には難しい選手にはなってしまうんですけど、個人的に、チーム1の1位は孫にしたいなと思いました。まあ、この中に、いない選手で、まあ、入ってないのはまあ、ロバートソンだったりとかはいるんですけど、まあ、個人的にはまあ、身長が足りなかったり能力めちゃくちゃ高くて、実際使ってても、まあ、悪くはなかったんですけど、まあ、フィジカル面だったりなんかフィジカル84あるんですけどなんかあんまり耐えてくれないなとかっていうのもあったので、まあ、使いやすい選手ではあると思うんですけど、まあ、個人的に、中盤だけっていう、こうベスト10だったら入ってると思うんですけど、シェイプシフターズっていう中で考えたときに、まあ、値段とかも考えて他の選手とかとも比べて、まあ、個人的には、入らなかった、惜しかったかなと思います。まあ、11位ぐらいかなっていうふうに個人的には、思ってます。まあ、っていう感じで、シェイプシスターズチーム1の、強さランキングベスト10を作ってみました。まあ、少しでも、参考になれば嬉しいですし、まあ、できればチーム2も、やし次のイベントも、こういうのしたいなっていう風にも考えてます。それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録高評価お願いします。それではバイバイ。